嵐、二宮和也、40、が中谷美紀、47、大沢たかお、55、とトリプル主演する月9ドラマ、ワンデー聖夜のから騒ぎ、フジテレビ系が、10月9日にスタートする。ジャニーズ事務所が解体することを受け、ここが二宮にとって正念場となりそうだ。同ドラマは、記憶喪失の逃亡犯、スグロジ誠司、二宮、報道キャスター、倉内貴京、中谷、老舗洋食店のシェフ、辰尾維持生、大沢が主人公。クリスマスイブという、たった一日の出来事を一クールかけて描く謎と愛と奇跡の物語で、逃亡編、地方テレビ局編、レストラン編の3パートが同時進行していく。9月23日に都内で行われた制作発表会見で、台本は6話まで完成していると明かされたが、出演者はストーリーについて、わからない、言えないなどのコメントを連発。あまりに謎に包まれていたため、司会に、この先のヒントを言える範囲でとコメントを求められると、企画プロデュースの成川孝明氏が、登場人物の名前とだけ応じている。最近の月9ドラマは苦戦続きで、7月期の、真夏のシンデレラは、ツッコミどころばかりの脚本や設定が不評で、全話平均視聴率が 5.6%、ビデオリサーチ調べ、関東地区と月9史上ワーストを記録。4月期の、風間公新教場ゼロマイナスも、関祖英二、29、や新垣結衣、35、など、共演キャストが豪華だった割に、数字的には振るわなかった。日曜劇場の、マイファミリー、VIVANT、TBS 系と、話題作に出演して絶好調の二宮に加え、中谷、大沢も実力派の俳優。さらに、制作発表会見で匂わされていましたが、元作は近年のヒットドラマの法則である、考察を盛り上げる内容のようです。VIVANT のように SNS の盛り上がりからヒットにつながることが期待できます。芸能ライター、二宮和也の今後はどうなる？ドラマ公式サイトのイントロには、謎を紐解く伏線は第1話から貼られ、最終話で全て回収されるので、映像、セリフ、表情全てにご注目を、の言葉があり、考察を盛り上げる気満々だ。一方で10月2日に都内で行われた、ジャニー喜多川氏、享年87、の問題をめぐる2回目の会見では、ジャニーズ事務所は解体することが発表された。俳優として順調な歩みを続けている二宮だが、その活動に影響はあるのだろうか。すでに俳優として評価が固まっている二宮には関係ないでしょう。新会社とのエージェント契約になると営業などは自分たちでやる手間は増えますが、今以上に自分の希望通りの活動ができるようになる。CM はスポンサーの事情で当面は減るでしょうが、役者として油の乗ってくる年齢なので、映画やドラマではさらなる活躍が期待できるはずです。前室の芸能ライター。キャスト、企画、脚本ともにヒットの予感を大きくさせている、ワンデーは、二宮が俳優として大きく飛躍する作品になりそうだ。画像、二宮和也、ニノチャンスに、衝撃のサンダル履き、ワンデー、ポスター撮影の裏側、上半身だけの撮影とはいえ、いかにも二宮和也らしい、